ちょうど真ん中あたりには静岡おでんというのがあって、西に行くと浜松餃子というのがあってですね、まさに B 級グルメ宝庫でね、静岡いい街だなと思うんですけれども、さあその中でオレンチェはですね、まあ、静岡のグループということで活動しているわけでございます。オレンチェという名前通りみかんとお茶、その2つでプッシュしてきましたけども、それがね別にね、あのみかんの仕事とかお茶の仕事とか全然ないんですわね、はい、15年間オレンチェでやってきてそういう仕事がないんやったら、じゃあもうみかんとお茶を捨ててね、あの B 級グルメで仕事を求めた方がいいんじゃないかなと私は思ったわけですよ。で皆さんも例えば B 級グルメのね曲をオレンチェ歌った方がいいんじゃないかなと思いませんね、え思わない？あ、いいです、ありがとうございます、丸をつけてますね。ね、それね、じゃ別にそう思わんって言われたらこの先いけんかったんですけどね。まあということで、じゃあ B 級グルメの曲歌ったらどうなんだろうということでね、皆さんお待たせしました、そんな曲ができたそうですよはい、ということでございまして、皆さん今日初披露の曲でございます。なんと静岡のね、静岡おでんから曲の方が出来上がりました。じゃあこちらの曲聴いていただきたいと思います。曲名はなんと風雪おでん旅、聴いていただきましょう、どうぞ。
服部万歳、そして、ね、新曲、はい、風雪おでん旅皆さん、いかがでしょうか。最高、ありがとうございます。あんまり良かったって言わなくていいしまた歌うことになっちゃうんですから、本当に歌ってほしい、ね、歌ってほしい。いやちなみにね、はい、皆さんね、片手でしかちょっとそうですね、私たちがね、片手なんですけれども、そうそうそう、本当、おでんのポーズはこうなんです。ちょっと四角の、多分こんにゃくの部分ですかね、これね、きっとねイメージとしては、まあ、おでんと言ったらね、はい、ちょっとイメージこういうのあるとそうですね、3個乗ってるやつね、3個あ、そうね、ちびたのおでんみたいなやつ一番わかりやすいね商品名出しただけ、ちびたのおでんね、はい、そのイメージです、おでんポーズでございます、はい、ね、だからこの、曲のは、はい、曲のイメージは全部このポーズで、はい、はい、皆さん結構たくさん出てきますのでね、そうです、このポーズは、おでんはいいかがです、まあね、そうなんです。2分もねやるかもしれないねとりあえずやると思います今日はやると思います、どっちも。だから皆さんちょっとこの休憩の間にそう、ね、ぜひおでんはいいかが思いました。でも早い方の方やってましたもんね早かった、早かった、はい、これも面白いって、風雪に耐えながらね好き、みんなそういうの好きだね、本当にね何の意味があるかって言われたら何の意味もないよ何の意味もないよ。ちなみに私が気に入ったのはここですね、皆さんきっとね分かってる、じゃあぜひこれにしてやりましょう。サビの前のね、そうね、いかがの前のこれね、すごい気合入ってるんです。ね、分かった、隣ですごいこれ気合入ってたのね、レッスンやってる時から思ってた楽しいここそうなんです。やりますから、ぜひ皆さんもねやりましょうかね、ここやりましょうか、演奏してたから皆さん演奏してるけどやりましょうか、ね、言わないの、そこだけなんかオーケー流してもらってね、オーケー流してそこだけオーケーってないよ、ないわ、ま、初めてやったわ、まあ、こういうことができましたね、よかったね。そして焼き鳥バンサイト続きまして、はい、ね、食べ物シリーズでございますか、はい、ね、おでんが仲間入りいたしまして、まあでもおでんはね、はい、言ってみたら静岡県の、特に静岡市中部のね、そうですね、B 級グルメですから、一番のね、そうなんですよ、ね、結構 B 級グルメの中で実はね、前からね、おでんの歌わないのかって私たちね、親父に言ってたんですよ。そう言ってたんですよ、言ってましたよ、だってご当地ソングみたいなものでしょ、ね、おでんの歌っつったらね、これだけ俺みかんとお茶って言って売れないんだからさ、次また買ってね、路線を変えるしかないよね。そうだよ、いろいろ路線をね、なんで15年経ってこれなんだよって感じなんだけどやっぱりね、みかんとお茶はね、JA の関係は難しいね、そういうことなの、縛りがあるから、縛りが、その静岡茶とかね、静岡のみかんって一口に言っても、ほんと種類が豊富なんですよ、うん、ね、多すぎてね、だって東部から西部まであるんだもん、そうなんだ、ないもんね、静岡来たことある方います、例えば東京から名古屋まで行くときに静岡絶対通るでしょ、長くないよ長いでしょ、長すぎるでしょ、あれ長いでしょ、長い分だけね、本当にいろんなものができるのね、あそこね、だからね、そう、山のものも海のものもね、結構豊富にありがたい土地なんですけども、だからこそね、なかなか捕まらないの、みかん土地が忙しく捕まんないんですよ、ね、なのでまあグッとチューブに絞っておでんということでね、はい、お聞きいただきましたおでんの歌ね、まあこういうふうに食べ物シリーズが出てますんでね、はいはい、いやせっかくですから、はい、まあ、おでんでね、おでん、そう、好きな具材、今ね、おでんの歌の中にもいろいろ出てきましたけども、いっぱい出てきました ね、 ね、好きな具材、好きな具材、おでんの具、そうですね、私ちゃんはですね、うずらの卵が入ったこういうの、名前くらい調べてくださいませってあれ、なんて言うんですかね、うずらの卵が入った、ですかね、ここの部分が美味しいんですよ、わかります、さつま揚げでしょ、そこの部分も違うの、わかんない、白身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 、あ、日本ね日本、白身と白身じゃ全部違うから、白身ね、すり身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 のお魚とか、白身のね、白身のすり身のお魚、全部違ったわ。ちなみにあいちゃんはなんですか。そう、私も千春と似てるんですけど、さつま揚げが好きなんですよね。ああ、あいちゃん練り物好きですか、ね、そう、卵と言いたいところなんですけど、さつま揚げが一番好き。卵も美味しいんだけどね。そうなんですよ、迷いどころがね、結構ね、でもさつま揚げが入ってるとテンションが一番上がるんで、さつま揚げですね
さつまいもね。これね、ちょっとおでんの歌なんか入ってなかったでね。そうですね。あ、そうです。入ってなかったですね。入ってなかったです。うずらのこんなんのあるよ。いや、それもちょっと名前があるから。ちょっと無理やり、無理やり入れないでください。うずらのこんなのつってね。それあれですか？全員まとめまとめは好きな。おでん。リーダーがちょっと、リーダー、リーダー。おでん、せっかく。大根ですね。あほんとですよ、みんな。大根おいしい。じゃあ次にさ、もさん。卵ですね。あー、いいですね。王道きますね。王道だ。じゃあセンターさ、次次。いきましょうか。あんぺん。あんぺん。ちなみに、白。黒。白。白か、白。僕のはね、そう、静岡、都会でやっぱね。はい、ゆきさん。ゆきちゃん。ちくわぶ。ちくわぶ。結構コアなの来ましたよ、ちくわぶ。ちくわぶかわいいね、でもね。いいですよね、ちくわぶ。大根かぶった、かぶせてきた、かぶせてきた、かぶせてきた。いやでも大根美味しいからね。あーまあね、大根人気ですね。大根人気ですよ、定番ですよね。そうね、特にね、静岡はね、大根ね、いい色にね、煮込まれますからね。そうなんですよ、絶対ね。あれここで聞いてない人いるね、もしかして。静岡来た時にはぜひ静岡おでんをね、あれちょっと召し上がって。聞いてないよね、ところで、ヒデさん、ヒデさん、姉さん好きなのは何かな？お酒ですね。ちょっとこれは困る答えだな。酒のつまみにおでんがいいってことですか？酒のつまみには、でもね、お酒って大概何でも合うからね。もうお酒さえあれば。おでんどこ行ったよ、おでん。もう何でも。焼き鳥、焼き鳥ね。焼き鳥ね、好きなの、ね。私はレバーが好きです。あ、レバー、焼きレバーね。あ、じゃあ私はね、ひな鳥が好きですね。じゃあ、まとめも聞いてみましょう。まとめも好きな、焼き鳥、焼き鳥。ネギマです。ネギマーですね。結構リーダー多いので。さあ。皮？皮。塩。皮塩。そこ重要だったね。さっきの場所。メラディ先生。ハツ。ハツ。おお。おお。これ鳥さん、ハツ。美味しいね。はい。はい。ゆきちゃん。つなぎも。つなぎも。酒飲みでこの人。いやー。さあ、鳥行きましょう。ねえちゃん。ぼんじり。ぼんじり。うまい。ぼんじりはうまいね。これは分かれましたね。さあ、ちょっと、さあ、ちょっと気づきますか？いい人いるな。さあ、行きましょう。さあ、姉さん。姉さん、姉さん好きなの。お酒ですね。じゃあ、あっ、何もこれは食べ物はない。続いてはこれですね、お酒の歌です。お酒の歌ですよ。そういうつなぎじゃん。お酒の歌じゃん。姉さん、お酒の歌だったらどうなんですか、もう。そうですね。じゃあ、ぜひ、あの、誕生日までにお酒の曲を一曲、じゃあ、社長に作ってもらってね。無茶なことばっかり言ってるんです。ステージだから大丈夫。たまにはね、無茶なこと言わないと。言われてんですから、よくね。ステージだから大丈夫ね。できるかどうか分かりませんけど、でも1曲ぐらい欲しいですよね、せっかくだったらね。皆さんもご希望のようですしね。いろんなお酒ありますもんね。もうアルコールって言うんだったら、私もう困ったら止まらないと。これは今話すことじゃない。もう終わりです。まあ、ですから姉さん。そうですね。じゃあお酒の話はまた夜の部で。こちらに行きましょう。それでは、はい、まあ、好きな、ね、食べ物の話もいろいろしましたけれども、食べ物シリーズの歌は一旦終わりで。はい、そうですよ。そんなにたくさん歌ってられません、ね、お腹いっぱいでございます、うん、あやちゃんがね、はい、ということで続いては、続いての曲はこちらもアルバムに入ってる曲ですかね。アルバムに入ってる曲ですか。そうです。